はい、こんにちは、ケイスケです。では今回はペイパルの登録方法を説明していこうと思います。ではまず Google とか Yahoo とかでペイパルと検索します。では一番上のクレジットカード決済はあなたにもペイパルをクリックします。ペイパルのトップ画面に変わりましたら右上の新規登録をクリックしてください。はい、国または地域は日本で、国籍は日本、変更される方は変更していただいて、 eBay 輸出をされる方はこの右のビジネスアカウントを登録される形になるので、ビジネスの今すぐ登録をクリックしてください。はい、では事業タイプは個人事業主でいいと思います。で、社名組織名などは登記とかされている方はその名称を入力していただいて、まあ、何もされてない方はご自身の名前で問題ないと思います。では住所を入力してください。この住所は日本語で大丈夫です。はい、メインの通貨はそのままで、取引を行う目的は一番下の商品サービスへの支払いの受け取り国内海外を選択してください。カテゴリーは、何か好きなもの、まあ、自分が、まあ、売ろうとしているカテゴリーを選択してください。ではその下のチェックボックスにチェックを入れていただいて、会社の成立日 URL は空欄で問題ないです。ではその下に名前を入力してください。生年月日を入力します。ではご自身の職業を選択していただいて、勤務先電話番号は、eBay と同じように最初の0を省いて入力します。では全部入力し終わりましたら一番下の続行をクリックしてください。はい、ではこちらの画面でまずメールアドレスを入力します。パスワードを決めて入力してください。はい、ではセキュリティの質問を選んでいただいて、入力回答を入力してください。ではこちらには上に表示されているこの4桁のコードを入力します。ではこの同意して続行のところにチェックを入れていただいて、一番下の同意して続行をクリックします。はい、この画面に変わりましたら PayPal から届いているメールを確認していただくので、はい、受信ボックスを確認していただいて、2通届いているかと思うんですが、メールアドレスを確認して決済サービスを選択してくださいというメールを開いていただいて、メールアドレスを確認という項目があるのでここをクリックします。はい、ではご自身で決めていただいたPayPalパスワードを入力してください。入力しましたらログインをクリックします。はい、で次の画面で一番上の本人確認というボタンがあるのでここをクリックします。画面変わりましたら確認を開始というところをクリックしてください。はい、
で次の画面のまず一番上の役職というところは、まあ、何でもいいかと思うんですけども、まあ、ネット事業担当だったり入力していただいて、携帯電話番号は2ですね、まあ、こちらは空欄のままでチェックボックスにチェックを入れていただいて、ファイルアップロードをクリックしてください。はい。で、本人確認書類として認められているものがこの6つ並んでいるかと思うので、まあ、運転免許証だったりそういったものをスキャンしていただいて、このファイルを選択からファイルを選んでいただいて、まあ、タイプを選択してファイルの添付をクリックします。はい。で、アップロードしていただいたファイルが問題なければ、だいたいですね1週間から2週間ほどでペーパルから5桁の暗証番号が記載された、まあ、書類が郵送で送られてきます。で、その郵送物届きましたら、またペーパルのマイアカウントからその5桁の暗証番号を入力していただいて、入力終わりましたらそこで本人確認の完了という形になります。で、この本人確認が完了するまで、できないこととして、輸入の時に、10万円以上の支払いができない。あと輸出の時に、まあ、商品出品して落札されたとしても全く代金を受け取れない、出品できないという状況になるので、この本人確認の提出は早めに行ってください。で、この本人確認の提出と、あと2つですね、ちょっと設定していただきたいんですけれども、ペイパルのマイアカウント画面からこの認証を実行するというところをクリックしてください。はい。そうすると、クレジットカードの情報の入力画面になるので、ここにあなたのクレジットカード情報を入力してください。で、入力しましたら続行をクリックしていただいて、で、そうしますと、その登録していただいたクレジットカード宛にペイパルから200円の請求が来ます。で、その200円の請求をですね、明細で確認していただきたいんですけれども、その請求のところに4桁のコードが記載されているんですね。で、その4桁のコードを確認していただいて、またペイパルのアカウント画面から入力していただければ、より、信頼度が高い、アカウントという形で認証されますので、eBay で支払いしたり、まあ、輸出して支払いを受け取ったりという時に、相手の方に、まあ、信頼度が高いアカウントということで記載されます。この、まあ、認証4桁のコードの入力の認証というのは、本人確認の提出をしていただければ特に必須というわけではないんですけれども、知っていただいた方がいいかと思います。で、その明細の確認はカードの、オンライン明細とかあるかと思うんですが、そこで確認していただいたり、あとはカードのこの画面で情報を入力していただいて、まあ、大体1日後とか2日後に実際にカード会社に電話していただいて、この200円の請求が来ているかと思うんですが、その4桁のコードを確認したいんですけどっていう形でおっしゃっていただければ、まあ、カード会社によるかもしれないんですけれども、大体確認できるかと思います。案内してくれるかと思うので、そちらで確認して入力してください。はい。で、あと一つですね、住所の登録なんですけれども、この上のタブの個人設定から住所の登録または編集をクリックしていただいて、はい。で、そうすると先ほど入力していただいた日本語表記の住所が登録されているかと思うんですが、eBay で仕入れとかするときは英語表記ではないと相手の方が全くわからないので、英語表記の住所を登録する必要があります。で、この下の住所の登録をクリックしてください。はい。では同じように郵便番号を入力していただいて、都道府県選択してください。で、市区町村名を英語表記で入力します。その下の番地を入力してください。はい。入力終わりましたら保存をクリックしてください。はい。これで英語表記の住所が登録されました。 eBay などで支払いをするときに
おそらくこの英語表記の住所が表示されるかと思います。で、万が一日本語表記の住所が登録されていた場合とかでも、支払いをする前にですね、その住所の確認画面などがあるので、そこで変更とかをしていただければ、英語表記のものに変更することができます。はい、ではPayPal の登録に関しては以上となります。ありがとうございました。